はい、皆さん、毎度毎度。ミス、ピーチ姫先生からのコメント。パーマ前のシャンプーね。コンディショナーつけちゃいけないと思った。いや、そんなことないよね、本当にね。昔々ね。それこそね、レモンネシャンプーあれはもう、中性だよね。ちょっと気になったんで、レモンネシャンプーのペーハー測ってみようね。まず、ペーハー系ね。まあ、ぬるま湯ぶっかけると、ま、ペーハーがこんなもん。で、レモネシャンプーにドブ付けすると、一瞬 8. 点いくつまで上がるんだけど、落ち着くと、 6点前半になるんだよね。ペハが。なんで一瞬8までいったのかちょっとわかんないけどね。これをまあ、水でね、洗うとまたペーハーが7ぐらいまで戻るんだよね。ということは、大雑把にレモンでシャンプーは水より酸性であると。弱酸性であると。なんかうちのペーハ系ね、ちょっと怪しいからね。大雑把にしかわかんないけどね。水よりアルカリか酸性かまでしかわからないよ。まあその程度でいいんじゃねえの で、昔のさ、石鹸シャンプーとかさ、シャンプーが素悪な頃、あれはアルカリだったんだよな。だから、リンスっつって酸性のものをぶっかけてて、その酸性がアルカリのパーマ液をいたずらしてたっていうことだったのかな。だから、シャンプーだけして、パーマ前はリンスするなと。それが、なんかズル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 引っ張ってコンディショナーするなが、シャンプーだけにしろとか、そこへ持ってきて、やっぱり大先生ってケチじゃない シャンプーだけでいいんだコンディショナーがもったいねえどうせパーマかけちゃうんだ最後にコンディショナーでもトリートメントでも済んだからいいんだみたいにね。で、そんなのが、いろんな話がごちゃごちゃになって、シャンプー前、カラー前は何もつけちゃいけないと。ねえ、確かにトリートメントヌタヌタっつうのもちょっと考えちゃうけどね、自分が今までパーマやってきて、シャンプーを前の日にしてコンディショナーついてます、トリートメントついてます、何ついてます でパーマがかかりにくかったっていうのはないねまあムースもそうだけどなんかねっとりした椿油本物のあれつけられてたらどうかなもしかしたらかかり悪そうな気がするねでもね実際仕事しててねかかりにくいっつうのはね洗ってない人人間が出す地肌からの油ベッとり吸い込んでるような人1週間ぐらいかけてそれはやっぱりかかりにくいね お年寄りなんかは一週間ぐらい荒らなくてもどってことないね。まあ今の時代ね、パーマ前ね、進んでコンディショナーをつけましょうと。んで手触りを良くしといてね、コーミングしやすくしてね。んでパーマ巻いた方がね、仕事、作業性いいんじゃないかな。だからといってね、たっぷりたっぷりつけんじゃなくてね、まあ必要最小限塗りすぎたなと思ったらちょっとゆすぐ回数ね、ゆすぐ時間を長くすればいいだけの問題でね。 細毛の方でも怖がらずにアルーリアで白髪染めできるようになり順調ですって書いてあるね。そんなに N 社悪いんかいまあアルーリアフランスだよね。まあ欧米人はね毛が細くてね絡みやすいまあそういうところで育ってきた毛染めだからね。N 社は日本育ち日本人の白黒をはっきりした毛をねしっかり染めるっていうのは開発コンセプトじゃないんかな。まあこれ最近自分が思ってる仮説なんだけどね。N 社は 日本人らしく根元 1cm 伸びたらなるべく 1cm 丁寧に塗るっていう塗り方あるりはもう欧米人が使うからねもう大胆にもうザッパザッパね根元 1cm3cm も関係ねえみたいな大ざっぱに塗っちゃう、まあ、その方が結果がいいような気がするんだよね今回こちらのおばちゃんね毛先塗らなかったけど、まあ、塗ると黒くなっちゃうからね仮に2.7%使ってもねまあでもねいい結果が出てねこちらとしてもね やっぱ嬉しいね。アルーリア使ったらさ、ゴワゴワになっちゃったとかさ、シダが染まってねえわとかさ、変なことになったじゃねえ。立場がねよ、こっちの立場が。<laughs> あと、こっそり、CMC も買いました。ミルボの CMC だね。プルンとかかり、バカチョンっぽいのに、綺麗に書かれます。簡単に使いこなしてるかの、ねあ先生。すごいねいや、でもね CMC、CM C 精神的に楽んだろうって。いや、本当にね、なんかね、精神的に楽になるよね、あれね。もうアドバンスのシスは、まあ、強めにかかるのはいいんだけどね、やっぱりデリケートな髪に使うとね、一歩踏み間違えると、奈落の底に落ちちまうような感じがあるからね。確かにそういう薬使ってるとさ、なんかもっといい薬ねえか、もっといい薬ねえかって探すんだよね。ちょっと、化粧品系、手出したりね。システアミンだの、チオグリセリンだの、スピエラとかね。 気がつくと、どんどんなんか、悪い方、悪い方って言っちゃうんだよね。化粧品系、コスメ系のパーマ液に関しては、まあネットでいろんな情報出てるけど、コスメ系、まあ全部ひっくるめて、あれでも、パーマみたいのはかかるって考えた方がいいかもね。あくまでもパーマみたいの、3週間で取れちゃうぐらいのパーマがかかるかもしれない程度。痛んでりゃかかるけどね。 デジタルパーマかけた場合はまた違うけどね。焼い,いちまうからね。ま焼、あ、くってことねえか。加熱するわけだからね。あと CMC はパーマの持ちがどうかな。ちょっと取れるの早いかもしれないね。これまた経過観察してみないとわかんないけどね。はい、もう一件コメント開始しとこうね。カツチャンネルさん。カツ先生だね。まあ、今回、このおばちゃんだけどね。まぁ蒸すしても、まあよくかかったよ。ちょっとかかりすぎたかな。<laughs> EX だからね、薬がね。だからね、 ムースグレーだからいいのよ。これさ、中学生かなこんな、女の子が宿毛矯正に来てさ、真っ黒髪でね、で、一液ぶっかけた途端にさ、ブリーチしたさ、黒染め、黒染めしてる子だったりね、もう一気に溶けるかな、気がね。黒染めしてる子ってさ、本当にさ、こまめに黒染めしてるからね。もうブリーチした毛ってのはすぐさ、色が取れて学校で来られるから、もう、2週間おきに黒染めしたりするからね。 それはわかんねえでさあ、あんなに強い宿毛矯正の薬ぶっかけてね、溶けちまったっての一回あるね。それもね、三人で来たのよ、その子たちは。で、三人ともブリーチやって黒染みしてんだよ。だから三人とも溶けたよ。<laughs> ひどかったね、あれはね。<laughs> ま、このおばちゃんね、EX でかけたけど、まあ、経過観察だね。どうなっちゃうかな、三ヶ月後にね。まあ、EX で強かったら、普通の治療でかけるようかな。 で、8ミ、mm、リやめて、9ミ、mm、リ、10ミ、mm、リになるかなちょっとわかんないね。見てみないとね。まあ、経過観察し第いと。はい、お疲れ様でした。